こんにちは、木下優香のゆるちゃんです。今日はですね、今日は久しぶりにメイク道具の紹介です。これです。ボンボンのティントグロスです。で、今回私が今使ってるのは02番と06番、なんだっけこれ、なんて言うんだっけこの色、忘れちゃったオレンジっぽいのと赤いのなんですけどね、なんか言い方があったんだけどな、英語だから忘れちゃったはい、で、これがすごく良くって、実はね、私これミキポンちゃんに教えてもらったんですよ。それからずっと使ってます。で、私が好きなのはどっちかっていうとこっちオレンジなんですよ。こっちの方が発色は、赤の方が発色はいいかな。ちょっとつけてみますね。で、これのつけ方なんですけど、全体につけてティッシュでちょっとオフして、ほのり色付けるのもいいんですけど、私はね、唇の、ね、中央に塗るのが好きです。ちょっと塗ってみます。そう、唇の中央に塗ってこうやってなじませるんですけど、わかるかな、ちょっと色がついてます。私はこの感じが結構好きですね。で、こっちを塗ってみるとですね、ちょっとティッシュオフしますね、軽く。こっちの色がこんな感じの色なんですけど、あ、オレンジの方私見してなかったな。オレンジはこんな感じで、赤はこんな感じですね。間違いありませんか発色はね、いいですよ、こっちの方が。赤い色が好きな人はこっちの方だけいいと思う。こんな感じです。どうかな、中央につけるとこんな感じですね。どうせやったら全体につけて、ちょっとティッシュで押したバージョンをやってみます。全体につけて、あ、私これ初めてやったんやけど、ちょっとこれもいいかもしれないですね初めてやった、中央にいつもつけとったけど、結構これもいいですね。かるかなはい、じゃあ今日はですね、ボンボンのティントグロス、ティントっていいですよねボンボンのティントグロスの紹介でした。値段をちょっと忘れちゃったので、後でアマゾンで調べて説明欄に載せておきます。じゃあね、バイバイ。